アメーヌ・モアティ、そう名付けられたこの店はマリス・ミゼルのリーダーマネがファッションという新たなジャンルにその表現の場を見出しオープンした店である。自らが洋服をデザインし、アクセサリー小物までトータルにプロデュース。ブランド名に掲げたモアメーヌ・モアティとはフランス語で自分自身と半分という意味。自分の中に男と女が共存し、その境界線を取り除くことによってようやく真実の自分と出会える。そんな思いとリンクするこのブランド名にも彼は運命的出会いを感じたという。バンドの中で完璧なまでの女性像を表現するマナ、しかし実はこの姿こそ彼の中にある真実の自分なのだという。マリス・ミゼルの追求する真実の自分とは一体何者なのか。